現実だよな。ああ、戻ってこられたみたいだな。ジェイルから帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル？それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな！いるなら出てこいって！びっくりした。こんな人混みででかい声出すな。呼んだか？今の声、ソフィアか？どっから聞こえた？ここだ、ここ。ジョーカーのスマホ。奇妙なアイコンが泳いでるよ。おお。おお、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というか、お前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ猫の姿をしてる。モナ？お前がタヌキじゃなかったのか。ねえ、タヌキじゃないんだ。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。ああ、いや、言ってないよね。初耳なんだけど。初耳だよね。 AI？ AI ってあの賢いやつか？双葉が言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。うん、なぜ自分のスマホに。確かにね、近かったから。ああ。光の中に投げ出されてジョーカーの匂いを追ったらここだった。ああ、匂いってなんだ。匂いってモルガナかよ。ねえ、 AI だからこのスマホの中にデータとして移動してきたってところか。おお。要はそこに住んでるってことかよ。狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。うん、容量は大丈夫なんかな。狭いって言ってるから、どうなんでしょうね。まあでも会話はできてるのがすごいね。スピーカー使って声は出せて、マイクで拾えて、でカメラで周りを見てみたいな。すごいよね。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。うん、心配ですね。ああ、そうだな。だがむやみに動いてもまた捕まるだけだ。パレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今またとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。うん、そうだな。ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。これからどうすれば。うん、そうね、自分も居候だけど、うん、助かる。まあみんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか？
いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだな。なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっと、すげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。うん、ジョークだ嘘のような本当の話。うん、我が輩だって目を疑ったぜ。なんせまんま認知の異世界だったからな。分かったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞソフィア。よっ怪盗団。なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に愛しさと心強さを感じる。そうなの？え、そこ？つうわけでこいつがソフィアだ。よろしくな。すげえ、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠、よろしくねソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私はさくらふたば、まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つかふたば、一番仲良くなれそうだよな。まこと、はる、あん、ゆうすけ、ふたばだな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。あー、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で。敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナでこいつが。なるほど、覚えた。その本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ？思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすがこんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。
気にするな。ああ、気にすんな、ソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。ああ、そうだよね。確かに。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな。あの異世界、パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それはエマ？ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってヤバいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな。この目で確認しないことには始まらん。それに私、まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。うん、まずは偵察。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな、ラ。こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。大丈夫か、これ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。はっ。ん？何？どうしたの？京都旅行の野望はどうなる？それに俺の肉は？肉ってキャンプのこと？残念だけど延期だね。俺、不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。はいはい。ああ、帰ってきた。いろいろあったね。おい、ん？タバがうずうずしてる。マジか。あー、ソースコード見たいって言ってたもんね。ふむふむ、なるほど。おお、もう見てんだ。なぬ？マジか。いやでもこっちは、すげー、そういうことか。どうなんだ、双葉。ソフィアのコードってやつは。あー、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、
思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。洗練されすぎてて読んでも理解できない。そう動くけど、なんでそう動くか分かんないみたいな。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。すごいね。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よく分からんが、私はすごいってことか。ねえ。なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。まあ意思を持った AI だもんね。だから相当無駄を省いてんじゃない。じゃないとスマホには入んない入んないよね。それが洗練されすぎてるっていう意味かな。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ、双葉。それより、ソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか？作成者とか、企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。とにかく、家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。うむ、任せておきたまえ。おお。では諸君、サラダバー。あ、懐かしい。サラダバー？うん。誰も説明しないんだ。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。うん。あ、壁こんなボロボロだったっけ？うん。遊びたかった。まあ仕方ない。落ち着いてからパーッと騒ごうぜ。いいね。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか？うん。お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。確かにね。それもそうか。モルガナは正論に弱いよね。って謎の AI に言われたくねえよ。だいたい AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが、役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？あ、いや、そうだな。人の心が分かるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学べばいい。その代わり、怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり、取引ってやつだな。そうか。なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいなら、だけどな。うん、もちろん。よろしく。オーケー。大船に乗ったつもりでいてくれ。おお、これ言葉を覚えてっていうのかな。ね。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。
今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ二人とも。